はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけで今回ですね、スターターセット V スターダークライ購入してまいりました。というわけで、ね、前回の動画でですね、スターターセット V スターのルカリオの方ですね、購入してバラバラにして売ったらそれだけでですね、1711円を超えてしまうよっていう話したんですけど、今回のこのスターターセットダークライの方もですね、とんでもないことになってるんで、開封して見ていきたいと思います。はい、それではですね、最近ね、やっと再販でですね、ダークライブースターデッキが見かけられるようになったということで、こちらをバラ売りしたらどんだけお得なのかっていうのを紹介していきたいと思います。はい、というわけでまずはですね、こちらダークライの V スターが2枚、そしてダークライの V が2枚入っていますが、こちらただいまのメルカリ価格こちらになっております。はい、おそらくですね、 V スターと V の2枚ずつセットで555円前後で売れるかと思われます。お店に売ってもですね、100円程度の金額がつきそうですね。そしてクロバット V、 こちらですね、もう光ってないので30円ぐらいの金額だと思われます。そしてここら辺でですね、モンスターカードがいて、モンスターカードがいて、はい、この辺はですね、まあ、つかないということで、こうですね、来ました。はい、クイックボールですね。結構ですね、需要とかですね、枚数が増えてきてしまったので、ただいまの金額600円前後ですね。そして次に入ってるカードですね、こちらが一番メインじゃないでしょうか。ダークパッチということで、こちらがなんと2枚入っています。メルカリ価格、ただいまこちら。はい、というわけでですね、他残りのカードもですね、まあ、ストレージに入ってしまうかもしれないですけどね、5円とか10円とかつきそうなカードが何枚か入っています。はい、そして白のハキスも入っていて、博士の研究ですね、博士の研究とかで、まあ、ボスの指令はね、どんなね、デッキでも使えますかね。ここでエネルギーカードが16枚というふうになっております。というわけで合計金額はこちら。はい、それではお店ではですね、多少金額に差が出てしまうということで、メルカリ参考価格、ダークライブ、ダークライブイスター2枚セットが約550円、クイックボール2枚が約600円、ダークバッチ2枚約1050円、ハイパーボールやクローバーとボスの指令などなどですね、全て合計したら約100円くらいになるかなということで、合計金額こちら。合計金額2300円。まあ、手数料こちらから引かれると約、まあ、2000円ちょいってところでしょうか。ってなわけで最後までご視聴ありがとうございました。またね。